はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今ね、もう9月もちょうど中間あたりになって、だんだんこう秋な感じがしてきましたね。はい、ではね、今この状態、この時期でこう東洋一の花市場ではどんな花苗がね一番流通しているのかっていうのを皆さんに教えたいと思います。なんとなくのイメージだと、こうイメージのガーデンシクラメンとかね、まああとはパンジーとかね、まあそういうものが入ってくるのかななんていう感じが、なんとなくまあちょっと早いけどそんな感じがしますよね。ただこの2つ実はトップ5には入ってきてません。ではね、今日はね、そのトップ5を気になると思いますよね。気になるトップ5を皆さんに教えたいと思います。まあ実際に今日ですね、今日の現在で、市場に入荷している数、東洋一の花市場に入荷してきた数をもとに、そのトップ5を皆さんに紹介したいと思います。ではね、第5位から発表していきましょう。気になる第5位は日々草です。入荷数は6456株です。はい、まあその数の日々草が今日ね入荷されてきてるんですね。はい、まだ日々草なんですよね。もうね、結構お庭で大きく育ってる日々草の方もいらっしゃると思います。なんかもう日々草植え替えようかななんて思ってる人もいらっしゃると思いますけれども、まだ入荷数は第5位なんですね。日々草というのはまだまだなんですね。まだまだこれから全盛ってことですね。はい、まあこういうのはね、ちょっとこう市場の入荷状況を見てると分かってきますよね。まあまあ終わりには近づいてるんでしょうけど、こう入荷数がこれだけあるってことは、これだけの日々草がこれからも植えられていくということなんですよ。はい、なんかこうそう思うと面白くないですかね。では第4位とかは一体何なんだろうね、ちょっと気になりますよね。では早速4位いってみましょう。続きまして第4位はペンタスです。はい、まあペンタスなら日々草よりはまだなんかこれから植えようかなっていう気になるような感じがしますよね。まあ なんとなくですけど、僕もこの間ペンタス実は植えました。はい、ちょっと星形してるね、あのいろんな色のある、今写真お見せしますけど、可愛いお花ですけれども、はい、今日の入荷数は6724株ですね。はい、まあ日々草よりも大体300株弱ですね、ちょっと多いぐらいの入荷数です。はい、まあやっぱりこうペンタスをねこれから植えようという方はまだまだいらっしゃるんではないかと思いますね。特にまあいろんな色がありますからね、カラフルでこうなんだろうな、ちょっと飽きたカラフルっぽいイメージもないですか。まあそんなイメージにもこうハマってるのかなっていう気もしますね。はい、第4位はペンタスでした。はい、星形をしたね、とっても可愛いお花です。はい、続きまして第3位の発表をしたいと思います。第3位、入荷量は何だったんでしょうか。なるほど、ちょっと秋っぽいな。はい、第4位はコスモスです。もうなんか秋ですね。はい、やっぱり秋ですね。なんかこのコスモスとか出てくると、あ、秋なんだなって感じがしますね。うん、まあこれは順当に秋なんではないでしょうか。入荷数が6803株、まあ、ペンタスよりもほんのちょっとね、多いぐらいですね。まあこれからね、やっぱりコスモス植えてこうなんかこの秋の雰囲気をね楽しみたいっていう人がねたくさんいらっしゃると思うんで、まあコスモスはこれからねどんどんこう入荷量が増えてくんではないかなと思いますけれども、まあ今日現在ではコスモスは第3位のランクインとなりました。はい、ではね、続きまして第2位を発表したいと思います。はい、第2位はダイアンサスです。ダイアンサスか、まあナデシコですよね。要するにね、ナデシコの仲間なんで、なんかこうそうね、時期的にあんまりこう季節感が
はっきりとない感じがしますけれども、まあこの時期なんですね、ダイアンサスね。入荷数が、結構ね、あのコスモスからうんと上がります。8304株です。はい。もう、そうね。1500株ぐらいか？上がってますね。はい。まあ結構、売れる人いるんですね。あんまりこう僕ダイアンサスは植えたことないんですけど、まあ、こういう数を聞くとすごい流通してるんだなっていうふうに改めて思います。はい。ちょっとこんなにみんな植えてんなら多分いいことがすごくあると思うんで植えてみようかなっていう気に今なってます。はい。あんまりね僕使わないんですよ、ダイアンサス。なのでちょっとね、この入荷量に今実際僕自身が驚いてる感じなんで、ちょっとこう使ってみようかなと思ってます。まあ、僕と同じような意見の方も多分たくさん前にいらっしゃると思いますので、ぜひ皆さん一緒にダイアンサス植えてみましょう。はい。ではここまでダイアンサスまでね、第2位まで来ました。気になる、じゃあ第1位は何なんだね。ガーデンシクラメンでもバンジーでもないってさっき言いましたよね。違うんです。はい。第1位はなんとマリーゴールドです。マリーゴールドなんですよ。まだなんか夏って感じがしますよね。初夏からねずっとこうマリーゴールドってまああるんですけれども、なんかそんなイメージが強くて、まあ今ね第1位でマリーゴールドが来るっていうのはちょっと想定外だったんですけど、マリーゴールドそれもダントツですよ。8988株、約9000株のマリーゴールドが今日1日で入荷されています。まあこれ今日1日で入荷されてるから今日1日で剥げちゃうんですよ、もうこれね。なのでまあこの動画が上がる頃にはもうとっくにこう売れてしまってる量のマリーゴールドなんですけれども、もうすごくないですか。なんでしょうね、まだマリーゴールドなんだなって、まあさっきも言いましたけど、まだマリーゴールドなんだなって気がしました。まあ、確かになんかオレンジ黄色でオータムカラーではありますよね。綺麗で大きい。まあ、考えてみればちょっと秋っぽい感じもしないでもないんですけど、どうも僕のイメージではなんか夏っぽいイメージがマリーゴールドってしてしまうんで、僕の感覚はちょっと狂ってるのかもしれませんけれども、はい。マリーゴールドが第1位でした。はい。で、ちなみに、この5位以下ですね。5位以下。6位はベコニア。5668鉢、で7位がジニア5468鉢、で8位がケイトウ5163鉢、で9位がガーデンシクラメンがここで入ってきて4744鉢で、でサルビアが10位で2907鉢なんですね。はい。まあ、こんな結果が出てます。はい。なので今現在のこう入荷量の第1位はなんとマリーゴールドでした。またね来週になるとこの順位がガラッと変わってくるかもしれませんので、またね来週同じように皆さんにお教えしたいと思います。楽しみにしていてください。まあ僕もなんか順位が結構変わってくんじゃないかなと思って楽しみです。はい。ではですね、今日はこちらでこの動画を終了したいと思います。またね気になる順位がどんどん出ていきますので、ぜひ皆さんもチャンネル登録してください。で よかったよっていう人はグッドボタンもよろしくお願いします。はい。ではまたね次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。